相手はスペインでも戦っていて、私たちそのスペインの時に結構苦しい展開になって、こう相手に惑されてたのが多かったので、今日はちょっと作戦を変えて、まあ、それが相手にうまくはまったかなと思います。試合に入る前にしっかりこう相手のこうプレーをしっかり見て、で2人でこう作戦を立てて、でそれがしっかりこう最後までぶれずに自分たちのやるべきことをしっかりできたのが勝利につながったのかなと思います。そうですね、今日はやっぱレシーブ中心の展開を作っていってたので、まあ、そこで自分たちが崩れることなく、まあ、相手のミスが出るまで最後までレシーブし続けられたのが良かったかなと思います。いつもあの点数が欲しくなるとすごいこう攻め急いでしまうところがあったんですけど、まあ、今日の展開ではしっかりこう相手のミスが出るまで自分たちも我慢しきれたのが良かったかなと思います。一番は多分精神的な面が大きいと思ってて、やっぱり、まあ、私たち試合中に、まあ、昔は結構会話をすることが少なかったので、まあ、ちょっと試合展開が悪くなったんですけど、まあ、そのままゼルズとか負けにつながってたので、そこは一番成長したところじゃないかなと思います。そうですね、まあ、明日は、まあ、今日も相手を見てしっかり作戦を立てて、自分たちのプレーをその中で入れていこうという形ができたので、明日もしっかり相手を見て作戦を立てて、自分たちのプレーがその中に出していければいいかなと思います。